セリフだよ。毎度毎度腹立つか。当たった当たった追加投資制限で当たった。やばい、初めて、本当に初めて、どうしよう、汗かく。イエーイ、まだチャンスある、狙うの狙うの、チャンスはある。ないと強攻撃入んないとか、
タルベドユキチさんがお亡くなりになられたので控えらせたいと思います。あーもうやめようとすると強い目が出るこのハーデスあるあるね。もうやだ。もうやだって言ってんのに。もう時間になってしまったのでここで終わりたいと思います。ナナスさんの状況は見に行ってないから分かんないですけど、まあ、まあ、そうだね、いい勝負してるかもしれないからね、まあ、それを願って、エンディング迎えたいと思います。お疲れ様でした。初戦の時もホットで前半すごい調子で最後の最後にめっちゃハマって一箱ぐらい減らしたんですよね。天井近くまで行ってで2回戦の時も早い段階でゴッド引いて2000枚ぐらい出たにもかかわらず一箱以上伸ばすっていう、結果的にも良かったんですけど、結果は良かったにしろ後半がねどうしてもグズグズしてしまって減らしたことが2回もあるんで、ちょっと激アツ。なおちゃん、やっとまだまだグズグズしたくないんです。
Yeah.
なんとか続いてます。お疲れ様でした。決勝戦無事に終わりました。終わりましたね。あ、笑ってるってそれどっちの笑いですか？え、まあちょっといろいろね、いろいろ、いろいろ、いや私途中で結果言う前に途中でハーデスっていうの見ちゃったんですよ。それにかなり怯えて、それを見ただけなのにそっからすごく流れが悪くなってかなり減って結果にビクビクしてるんですよ。あ、なんで一応私から先に言わせてもらっていいですか、結果の方。いいっすよ。バジリスク絆最後まで打ち切りました。振動術も引きました。久しぶりの絆で4桁前も出たんですが、結果投資300枚の回数が696枚ということでプラス396枚で終わりました。はいはい、お疲れ様です。でもなんとかプラスで、なぜか振動術引いてるからそれはプラスですよ。いや、そうですよね。そう言われたらそうなんですけど、300枚ぐらいのプラスなんですけど、でもなんとかプラスでは終われました。はい、じゃあ私の方で言っていいですか。二階堂さんの結果でどっちが優勝するかが、もう二階堂さん分かってるわけですもんね。まあそうですね、今聞いたんで私だけが分かっている、みんな知らないはず。ドキドキ。じゃあ行かせていただきます。私の方が投資が、1450枚ですね。おお、入れてる。来ましたね。でレシートがどこにもない、どこにもないってことはマイナス1450枚です。お疲れ様です。もうね、今日ダメ。でも私が窓マギ見た時も当たってたし、ハーデス売ってらっしゃる時も当たってたんですよ。あの初当たりはすんごい引いてた、どの台でも、はいはい、けど窓マギはね、朝一だけだったね。朝一ラッシュ引いて、そっからちょっと出たんだけど、あとはもう引けども引けども、ボーナス引けどもラッシュ入らず、ハーデス行って、ハーデスだって何回 ?4,5 回くらい当たったんだけど、結構当たってますね。全然あの、ちょっと入れて出るんだけど全部飲まれて、またちょっと入れて、うん、これの繰り返し。あ、嫌なパターンのやつですね。もう疲れちゃった。疲れますよね。その笑いだったんですか、最初のやつ。いろいろあったんですけどね。何も引けなかったっていうことですね。いやいやいや、でもじゃあ私が女神で。あ、女神様。いやいやいや、そんな風にされたら、そんな風にされたら女神様、まあ、女神ですけど、私がってなっちゃうんで、じゃあちょっと今回私が優勝。おめでとう。ありがとうございます。女神様おめでとう。女神って言われてどう喜んでいいかリアクションにすごい困るんですけど。いや、もうだから民を褒めたたえようって。そんなにこんな風にしてていいですか、私。たった300枚のマイナスで。ただ私3回出させていただいて、まあ、勝ち上がって3回ともプラスですごい終われたんで、今まで私の経験ってこんなことがないので、ちょっとのプラスでもいい結果で最終的に終われて本当に楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそ最後まで楽しかったです。いやいやいや、またこういう機会があったらね、ぜひぜひまた対戦したいですね。そうですね。
ね、もし次回やったら、ね、シードだと思うんでね。あ、本当だ。それこそマジでシードですよね、私が。と思うんで、なんか多分私はね、すごい下からこうやって頑張って、そこ目指してみたいな感じなんでしょうね。決勝で。まずちょっと戦いたいなと思って。第2回があれば。だからこう、第2回、第2回って、せついて。第2回やってよ、やってよって。まあでも、第2回やらなかったら永遠に女神ですよ。そう。それ喜んでいいのか、なんかあるんだったらいいけど、女神についてあんまりよく知らないんで、きっとスタッフさんからこうなんかあるかもしれないんで。あ、本当ですか。じゃあ喜びます、素直に。おめでとう。ありがとうございます。ということで、まあ第1回でいいんですよね。第1回ですね。第1回キセラ杯は、はい、私七瀬静香が女神になったということで、また次回第2回目あれば、その時はシードで私は出たいと思うんで、その時に海藤さんもぜひぜひ頑張ります。はい、今回はあの負け犬なんでも、いやいや、そんな、もう尻尾丸めて千葉に帰ります。ということで、またあればお会いしましょう。お疲れ様です。はい、バイバイ。はい、せっかく決勝まで残ったんですけどね、準優勝か、まあしょうがないかな、さすがに。まあ麻雀の方でね、トーナメント戦っていうのを結構やってまして、私自分ではトーナメントは得意じゃないと思ってるんですけど、周りからは結構得意みたいな、うまいよねみたいなこと言われるんで、結構いいとこまで残るんですけど、今回もね、そのトーナメント戦だったんで、まあ結構いいとこまでいけるかなと思ったのが決勝まで残れたんで、もう決勝はね、あとはもう引き勝負だなと思ってたんですけど、ちょっとさすがにね、引きがもう残念すぎるくらい、結構初当たりは良かったんだけど伸ばせなかったんでね。あとナースさんの出玉を見て、ちょっとこう気持ちがこうシューンとなったのがね、敗因なんじゃないかなと思います。そうですね、今回テクニアトーナメントでは勝てなかったですけど、また次回あれば、また頑張りたいと思います。準優勝悔しいです。お疲れ様でした。さあ、第1回目キセラ杯女神になった七瀬です。トーナメント方式ですね、3回とも勝つなんて、私の人生っていうか、ジャンバリに入って4年目、5年目になるんですけど、こんなことは今まで1回もなかったんで、純粋に嬉しいです。そしてキセラ杯の、まあ、この番組を通してはキセラカーニッシュの女神になったと思ってるんで、この流れでもし2回第2回目があったら、女神のまま降臨し続けれるように頑張りたいと思います。こんな経験がないので、もう神々になったんですけど、まあ、本当に光栄に思ってます。ありがとうございました。お疲れ様です。